私は京都にありますルイパスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はメッセンジャー RNA ワクチンの後遺症抗酸化治療の論文が掲載されましたので紹介します。モニター項目全ての症状で優位差がありましたのでやはり酸化ストレスが関与しているというふうに考えています。コロナ感染症が始まってから 抗酸化配合剤の無償供与を行ってきました内訳は医療従事者213施設921名コロナ後遺症811名ワクチンの副反応の方718名で合計は2400名以上となっています本ビデオの用紙ですがワクチン後遺症と慢性疲労症候群が類似しているということ 脳の炎症が重要であるということ抗酸化配合剤の内服をして症状が改善した論文が英語雑誌に掲載されましたのでそれを紹介しますコロナ感染症自体にも抗酸化剤が有効ではないかと考えています本ビデオは少し長くなりますのでサマリーだけご覧になりたい方は6分55秒以降をご覧ください 2022年3月24日時々 .com に引用されたプレスリリースです。ブレインサプリメントという日本のサプリメント学会の雑誌に私が開発した抗酸化配合剤をメッセンジャー RNA ワクチン副反応への効果を報告する論文が掲載されました。こちらの URL からどなたでもご覧になれますしダウンロードも可能です。 コロナ感染症はこのスライドで ROS と書いてある酸化ストレスが上昇することでサイトカインストーム免疫の暴走が起こっていろいろな症状が起こって肺炎が重症化するということが明らかになっています。そして新型コロナの主な後遺症というのはですね酸化ストレス病ということで疲労呼吸困難関節痛など慢性疲労症候群の症状に異常に類似しています。 慢性疲労症候群は生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状として少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返すということで筋力低下であったりですね全身倦怠感頭痛などいろいろな症状がありますそしてワクチンの副反応後遺症に関しても同じような症状が見られています 慢性疲労症候群は脳内の炎症が上がっているということですので脳内の炎症を下げるとですね症状が改善すると期待されます私の開発した抗酸化配合剤をマウスの脳梗塞のモデルで使った論文がすでに出されていますこの論文では脳梗塞の体積が減るだけではなくって脳の中の酸化ストレス物質が低下して そして炎症性のマーカーも低下しているということが明らかになっています。つまり脳の炎症を抑えるわけですね。こちらがブレインサプリメントというオンラインジャーナルに掲載された論文の日本語訳ですが、えー、SARS-COV2mRNA ワクチンの副作用に対する抗酸化素性物 BANDX の効果。 ということでメッセンジャー r n a ワクチンにはですね強い炎症の作用がある脂質ナノ粒子 LNP が用いられていて副作用の原因と考えられています炎症は高い酸化ストレスのシグナルであることから酸化ストレスを抑制すると副作用を軽減できるということでワクチンの副作用に悩む人々を対象としたアンケート調査を行い参加者に 抗酸化配合剤 10DX を無償で提供して参加者は疲労感呼吸困難胸痛嗅覚味覚障害頭痛ブレインフォグ関節痛めまいの8項目について6段階で評価しまして4週間の内服後全ての症状の重症度スコアが優位に低下していました。 ワクチンの副反応が全身的な酸化ストレスの増加によって引き起こされることを示唆し抗酸化物質がこれらの症状を緩和する可能性があるという論文です。さてこの論文ですが私の開発した抗酸化配合剤を1日1回3粒飲んでいただいてアンケートに回答していただいた149名のデータです。このデータは リヒテンシュタインのティーマ・エスタブリッシュメントのホームページに公開されていてコーチのデータであります個人の承認がありまして論文としては2名の査読を経た論文となりますただしこれはアンケート調査でありまして対象群もありませんのでエビデンスレベルはあまり高くありませんしかしながらコロナ感染が継続中の 現在ではですね臨床試験を行うというのは非常に困難なわけですね、えー、そしてワクチン後遺症の方に治療を行って100名以上のデータで有効であったという論文は今のところ他にはありません各項目を見てみましょう倦怠感ですがこのスコアは0ポイントが症状がほとんどない方 そして5ポイントが、非常に症状が強い方ということですが、この濃い青から薄い青の部分が服用後には大きくなっていますので、症状がかなり軽減されているということです。呼吸区についても症状が軽減された方が多く出ています。胸の痛みも同様の傾向です。コロナ感染に特徴的と言われた味覚や嗅覚異常ですが、 ワクチン後遺症でも味覚・嗅覚の異常を訴えられる方がおられますが、こちらでも改善が見られています。頭痛に関しても内服後は症状が低減された方が増えています。頭にモヤがかかったようなブレインフォグと言われる症状も改善が見られています。関節痛は慢性疲労症候群にも多く見られる症状なのですが、こちらでも軽減が見られています。 めまい症状も軽減が見られていますさて全体的なスコアの前後における変化を見てみましょうそして有意差検定をしてみましたところこの8項目全てにおいて症状の緩和に有意差が見られましたでは症状のスコアが3以上症状が強い方のみを取り出して検討してみました そうしますと、ご覧のように内服前と内服後ではですね、スコアが半分以下に下がっている項目もありまして、重症の方ほどですね、効果が出やすいという傾向が見られました。この論文データからの考察ですが、ワクチン後遺症は酸化ストレス病であろうということで、酸化ストレスが起こって全身に炎症が起こることでいろいろな症状が出ているというふうに考えられます。 そして抗酸化配合物はコロナ感染症自体にも有効な可能性があると考えています酸化ストレスを下げるには炎症酸化ストレスのイベントを避けてくださいタバコ・お酒をやめてください糖尿病や肥満のある方は糖質制限をしてくださいエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効と考えられます 現在新型コロナ感染後の後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へですね抗酸化配合剤の無償供与を行っています2022年3月末までの予定ですが、えー、3ヶ月程度ですね期間延長を予定していますので該当される方はこちらの URL から申し込んでくださいなおメールでは受付を行っていません 高酸化研究室についての情報です。